はい、えー、どうも、フランケスです、まあ、今回の動画ねもうあの本日3本目になるんですけど、まあ、続けてアップしすます。まあ、先ほど言ったりあり、あの過去の闇の話をしていこうかなとっていうことで、まあ、新シリーズという感じで、またシャ,ートごとシャートごとにやっていこうかなと。うん。まあ、転職貧乏の過去の闇。そんな感じの話をしましょうか。で、まあ、いろんなことがあるんですよ。 あの転職貧乏実態って言って、まあ、現状の,その転職の話ばっかしじゃないですか、給料明細だったりとか、現状の話とかしたりするんですよね、あとはその税金の対応とかの話をしてるんですけど、まあ、今回は、まあ、初ということで、まあ、過去の闇をね、ちょっとこれから話していこうかなと。<laughs> まあいろんなことがあったわけですよ。あのののまあ、田舎の方の貧しい ところで育ったわけでまあ、いろんな経験があって、まあ、豊富なんですけど、え今回ですね、まあ、ちょっとね、犯罪系の話はね、後回しにしといて、最初は普通の、あの、過去の闇を話そうかなと。で今回はね、まあ初、しょっぱなアルコール依存症についてちょっと話しましょうか。アルコール依存症と、まあ、その中毒とか、まあ、その辺の話。 まあ、アルコール依存症とアルコール中毒。まあ、両方の話をしましょう。で、これが、あの、だいぶ影響してしまいましたという話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、アルコール依存症にかかったのが、えー、17歳の時でしたね。まあ、よくないですよ。未成年でお酒とかタバコ,タバコとかね、よくないですけど、まあ、一般的にね、まあ、 多いいじゃないですか中学生でタバコ吸ったとか高校生でタバコ吸ったまああのやっちゃいけないことですけどまあそれが一般的じゃないですかあの大体ねだいたいうーんまあ誰しもが通ってるんじゃないですか男の子だったらまあそれに手をつけてない人もまあ結構いますけどだいたいみんな中学生とか高校生で絶対お酒とかタバコとかやってるっていうのがオチですなんだかんだ言ってで まあ17歳でアルコール依存症と、あと中毒にかかった話をしていくと、なぜこうなったかと。まあ、あの、まあ、先ほど言った通り、まあ未成年でのお酒とかっていうのは、まあ、結構皆さん経験してる方は多いと思うんですけど、えー、っと、初めて飲んだのはね、うん、なんだろう、幼稚園生の時かな、ビードを飲んだ記憶が。っていうのはもう、まあ、あの、 妹とかもそうなんですけど、まあ、あと他にも言うかなあのジュースと間違えて飲んじゃうっていうあとはそのウーロン茶と間違えて飲んじゃうとかってなんか結構あるんですよねあの小学生とかあの幼稚園生って結構、まあ、それはまあごく普通に結構あることで,であとはまあ中学生とか高校生とかになってくると、まあ、親戚とかの集まりとかで正月とかにまあ酒を渡されたりとか飲まされたりとか、まあ、葬式場で飲んだりとかいろいろあるんですが いや僕自身もまあ、幼稚園のにまに飲んだりとか、まあ、中学生のに飲んだりとか、まあ、いろいろありましたけど、結局それっていうのは、その、周りとか親とか、その辺の影響で、まあ、お酒を飲むわけじゃないですか。あとは、その、不意な事故みたいな感じで <laughs>。だけど、自分で購入して飲み始めたのが、えっと、いつなのかっていうのが、 えっと確か16歳ぐらいだったかな16歳ぐらいの時になんか自分でお酒を買い始めたっていう記憶です確かでなんでお酒に手を出したかというとあの結構中学生とか高校生とかだと何だろう何かちょっとねグレてるというかさ中学デビューとか高校デビューみたいな感じでなんか急になんかヤンキー化するようなやつ多いじゃないですか定番的にあの <laughs> ちょっと生きり始めたりとか格好つけたりとか そういういのが結構定番的なんですけど僕の場合何で16歳の時にお酒を飲み始めたかというとあれはですね、まあ、家庭的な感じで、まあ、現実から逃げたかったっていう感じですよねあまりにもひどいような状態の環境でまあほらあの以前アップしましたけど元生活保護家庭の実態ということで、まあ、それほどで結構やばかった状態で、まあ、精神的に不安定だったと。その時にあの 結構大人が言うじゃないですか。あの飲んでないとやってらんねえとかっていうセリフ結構聞くと思うんですけどあ,のあと何て言うのお酒によって酔ってなんか結構いい気持ちになってる方とかって非常に多いじゃないですかでそれをまあ聞いたりとか見たりとかしてるとお酒を飲めば楽になれるんじゃないかっていうまあ自分の弱さですよねそういうことを考えてしまい、まあ、16歳の時に自分でそのお酒に手を出してしまったと。 買い始めてで最初ね飲んだ時はね、まあ、幼,稚園幼稚園生とか中学生の時に飲んだ時と同じく、まあ、ビ最初はね発泡酒だったビールだったら覚えてないけどなんか苦いっていうのがあって、まあ、定番的にまずいと思ったんですけど、まあ、それがねなんかわかんないけどね美味しさじゃなくてそのアルコール回った時の,その酔いでどうにか現実から逃げられることを知ってしまい そこがもう依存症とか中毒にかかる原因だったんですよね。<coughs> でそのままそれを繰り返して繰り返してひたすらやっててで最終的にその未成年とかでのタバコとかそのお酒っていうのは依存性が結構強いらしいんですよね。でそれが本当だったんですよね。 16歳で飼い始めてそ,れその1年後ぐらい17歳の時に、まあ、ついに依存症とか中毒にかかってしまって症状が出始めたわけですよで、まあ、16歳ぐらいの時だと、まあ、実家暮らし田舎の方ね、まあ、じいちゃんばあちゃんとかいて父ちゃん母ちゃんいてだったんであのお酒なんてなかなか飲めないわけですよ隠れてこそこそ飲んでるわけですよ でそれがまあ離婚とかそういう絡みとかあの父ちゃんの経営してる会社の父さんとか、まあ、いろんなことがあってまあ,あの引っ越しするわけじゃないですかそうするとまあ別にそんなうるさくガミガミ言うような子もいないんで <laughs> 普通に買ってきてねコンビニで買ってきて飲み始めるわけですよでそれがねいまだに続くんですけど、まあ、ちょっとね最近はね控えてるんであれなんですけど 依存を強めた感じですかね。<laughs> えっとそれを繰り返し1年後17歳の時についにアル,コールやめアルコールをやめられなくなってしまいどこになったかというと、えー、アルコールが拭き切れると、えー、やたらめったらイライラするとか,なんか口が悪くなったりとかあとは落ち着かないあとは手の震え もう結構完璧にやばかったんですよだから学校とか行ってあの、まあ、授業中とかね、えー、まあ日中ずっと学校にいるとやはりアルコールが抜けるわけですよそうすると症状が出始めて、まあ、ボールペンとかシャーペンとか鉛筆もそうですけどあの握っても手が震えて文字が書けなくなるんですよ。<coughs> っていうことがねあったんですよね。 でその症状が出てしまい、まあ、帰ってきて即攻お酒を飲むとあの日常を繰り返しててでそこまではまあなんとかなったんですけどそれ以上にアルコールの依存とか中毒とかその辺が <laughs> 悪化していくとあのですね常にアルコールが体内に回ってないとダメっていうような時期になってしまいやってしまったんですよね。 学校にお酒を持ち込むとでそれもバレるのが分かってたんであのペットボトルあるじゃないですかペットボトルにあのみんな結構カバーをつけるじゃないですか何か分かんないけどお茶とかのやつもそうだけど、まあ、カバーつけるんですよねだから僕自身はあのお茶の飲み物をペットボトルで買ってきてそれを飲んであのその中にあのウイスキーを入れるんですねウィスキー入れて でその中に水入れてまあ水張りの状態で学校に持ち込むってやってたんですよね。いやそれが意外とばれないんですよね。あの、まあ、皮をかけてるプラ,プラス餅剣とかあったとしても色が色なんでウーロン茶と間違えてくれるんですよね。なんでまあそれでまあウーロン茶っていう表面の見た目でウイスキーを常に常備してるっていう状態でしたねあの時は。 まあ,あれはねひどかったですそれでまあ休憩時間とかの時にまあみんな飲む,飲むと思うんですけどウーロン茶っていう見た目でウイスキーを飲むというのをやっててあのまあ夜から昼から常にアルコールが抜けない状態をずっとキープしてるっていうのがありましたね17歳の時にまあその依存にかかってしまいましたね、まあ、そのせいでそれがね後々ねだいぶあの影響してきて高校終わってから あのほらなんていうのあの就職するわけじゃないですかで就職した時もまあその依存っていうのが、まあ、ちょっと弱くなったけれどそれでもまあ依存が残っててあの、まあ、ブラック企業で人数が少なかったんで昼休みに <laughs> あのお酒を買ってきて昼休みの休憩時間にお酒を飲んじゃうっていうね で、飲んだ状態で普通にフォークリフトとか運転してるとかっていうのね、結構あったんですよね。で、それが、あの、ずっと続いて、2、えー、っと、うーん、27歳だ。21、22ぐらいまで続いたのかな。なんか。だから結構ね、依存はね、やばかったような気がしてますね。いかにその未成年によるタバコとか、そのお酒の、 依存性を強めるかっていうのがね結構実感しましたけど学校に持ち込むようになってアルコール切れたら手の震えが出てきてっていうのがやばかったですねそれプラスだって学校終わってねあの就職してもね職場に持ち込むスタイルっていうのが、ね、結構ねあったかなと、うん、でしかもですよまあ休憩時間の昼とかに あのお酒をね缶ビールとかをね、まあ、1本2本でも飲むような感じだったんで、あのー、仕事終わった頃ね抜けてるんですよねっていうのがあったかなで多い時でえー、っとね一番ひどかったのは朝行って、まあ、日本酒をグビッと飲んでで10時の休憩にえー、っと1本発泡酒の500のやつ飲んで でお昼に、えー、2本発泡酒500のやつ飲んで,で3時の休憩にまた1本あの500の缶を飲むっていうスタイル,タイルだったんですよね。でそれ終わってから家に帰ってきてあのまた500の缶を3本から4本買うっていう感じだったんでまあひどかったですかねあの時は。 でまあそれをやってて、まあ、ちょうど僕自身がその最後の方ひどかった時の酒のあれは日曜日出勤だったんですよねで他に勤務してる人がいなくて、まあ、僕とあともう一人の方がいたんでまあそのぐらいだったんで別にバレることもあまりなかったんですよねあまりねでそれをずっとひたすらそれを続けててあのそのうちその バレるわけですよ他の人にでそれが問題になりまして全体のね工場全体の問題になりましてちょっと朝の朝礼で誰か酒飲んでるやつがいるっていうような感じのありましたけど <coughs> あとはまあ18ぐらいやったかなあの急性アルコールなんちゃらっていうので倒れたんですよねなんか生きてたんですけど 泡吹いて倒れてそこから覚えたいんですけどなんか父ちゃんに運ばれて車だからなんかに乗せられた記憶はあるんですよねで気が付いたらもう何時間も経って自分の布団の上に倒れてたっていうのがあったんですよね <coughs> いやー恐ろしい、まあ、こんな話をしてね本日もやはり飲んでますからね 素晴らしい、うまいよく分かったことはねあのお酒はね程よくね毎日飲むのが一番いいのかなと思うんですよね病は酒から的な感じでだからあれですよあの高校生とかの時風邪ひいたらあのお酒を飲むっていうのも定番ですけどね、まあ、ほぼ飲んでますけども いやーひどかったねあん本当あ時は電車の中とかでなんかウイスキーのボトル持ってたりとかなんか発泡酒だったり中ハイ飲んでたりとか日本酒飲んでたりとかだいぶひどかったあの時はここ最近本当にねなんか落ち着いてきたかなってまあほぼ毎日お酒は飲んでますけど、まあ、そんな過剰なぐらいな感じのあれはないんでただその、ね、日勤ね でまあ勤務してる時に、まあ、定期的にその症状が出始めると「あ酒飲みてえな」とかって思ったりとか結構ありますよ。<coughs> <coughs> まあ、最初の頃はねビール自分で買い始めたりとかねした時とか美味しいとかってあんまり思わなかったけど、まあ、それよりアルコールの効能で現実から逃げられるっていうそれプラス何だろうその苦さが美味しく感じるようになったのが。 こことかをね地味に休んでねあの父ちゃんのところとかで、まあ、土木系の作業員っていうかそんな感じで働いてでその働いた後にそに飲むビールっていうのがすごく美味しくて、まあ、そこがまた依存を強めたのかなっていう <coughs> 特に夏場暑い中土木作業とかしててそれ終わって帰ってきて1杯目のビールってなるともうほんとたまんないんですよね本当に依存を早める。 さて、まあ、16分27秒か。だいぶ経ちましたね。じゃあ、この辺でやめましょうか。まあ、とりあえず、まあ、年齢、まあ、未成年でお酒とかタバコは良くないですけど、まあ、そんなの、現実ではいっぱいいますからね。うん。それよりね、年齢とかどうのこうのじゃなくて、あのお酒もタバコもね、適度にやった方がいいです、適度に。じゃないと、あ々あ,あとね、 うーん、後悔するかもしれないね、うん、そんな気がする本当にやばくなるとダメだね常にアルコールが入ってないといけなくなってしまい手の震えが出てくると思うそれは完璧にヤバい状態なんでいつぽっくりいくかわからないっていう <laughs> まあ泡吹いて倒れた時は死ぬかと思いましたけどなんか意外と生きてましたねゴキブリ並みの生命力ぐらいはありますよ多分僕自身 <laughs> ああ疲れた結構長くトークしたな日本でもさあやめましょうかまあ続いてじゃあ他にまあいろいろと過去の黒い嫌味の話をしていこうかなと思うんでまあちょろっと犯罪系の話も触れていこうかなとだけどまあその話が本当か嘘かそれは見てる方々次第ですかね それプラス、まあ、仮に僕自身がそういう犯罪に手を染めてても何も証拠もないしすでにもう時効ですからねっていうさあやめましょうかゲームでもやろうかな考えちゃうなということでご視聴ありがとうございました